はい、でどんな会がありますか。でここら辺でこういうふうに、まあ、貝塚を見つける前の状態っていうのはこういうふうに、昔貝塚が作られてその後土がたまるんですけど、その後畑で掘り返したり森の庭を掘り返したり、あとはあの崩れたりというようなことでこういう貝が表に出てくる。僕たちの考古学者っていうのはこういう貝が落ちてたりすると、まあ、ここに貝塚があったんです。でこれを、よくよく見るとですね、貝だけじゃなくて例えば簡単にこれ縄文土器、はい、これとかこれはここにもあります。縄文土器触ってみてもいいです。持って帰ったらダメよ。持って帰るのダメ。まあ、こんな風にパラパラ、これも、大体ここの大体の5000年か5000年それとかも、あとさっき石で炉を作るっていう、ここら辺の炉っていうのはこういうふうにこう焼けてます。でこれは炉で使った石のやつが、まあ